とか。とか、といかは、東海旅客鉄道、JR 東海が発行し、JR 東海、愛知環状鉄道が発売する、サイバネ企画準拠の IC カード乗車券である。都会、IC カード、東海 IC カードの頭文字から命名され、2006年7月28日に、JR 東海によって、商標登録されている。 2006年11月25日に名古屋地区で初めて導入され、2008年4月8日に50万枚を突破し、2010年10月8日に100万枚を突破した。2018年12月末現在は約265万枚に達している。旅客がカード、財布や定期入れに入れたままでも使用できるを、 自動改札機の読み取り部に軽く触れるだけで通過できる。あらかじめカードに、チャージ、入金しておくだけで、その都度乗車券の購入や乗り越し生産を行う。必要がなく、財布などから、定期券やカードを出す手間も省ける。一方で、事業者側では利用促進のほか、同一カードの利用履歴、悲名式カードではさらに旅客属性を集積できるほか、乗車券の発売回数を減らし、 県編を取り込む改札機の処理動作を省略できるなど、戦略的な情報収集やシステムの稼働、保守費用縮減の効果を期待している。パスモやアイコカ、シュゴカ等と同様に、ソニーの非接触型 IC カード技術、フェリカを採用し、サイバネティクス協議会企画によっている。二千七年十二月時点で、名古屋地区では乗客の約五割、定期券では約七割が、 とかを利用している。公式マスコットは、王の真由美のイラストによる、大小2羽のひよこで、正式名称並びに、愛称はついていない。このひよこは記念カードのデザインに起用され、現在では通常カードにも起用されたほか、グッズが配布、販売されている。カードの裏面の右下に、記載の番号は、 JC で始まる15桁の英数字であるが、この JC は JR 東海の英語表記、JR セントラルの頭文字を取ったものである。プリペイド方式のストアードフェア機能と電子マネー機能がある無記名式の通常版カードとかの表示がある自動券売機およびとかエリアの駅の切符売り場で販売する。新規購入時の発売額は2000円、うち500円は デポジット分のみで購入時2500円分乗車できる。現金でのみ販売する。スイカやマナコなどと異なり、マイレージポイント制度はない。また、記名式の通常版カードも発売されていない。デザインは2017年度以降は銀色の地に水色の2色で右下にとかのロゴがあり、とかのキャラクター。 ひよこが波状の塗り分け上部に2匹描かれている。波状の塗り分け線は東海地方の海岸線、伊勢湾、遠州稲田、駿河湾をモチーフにしている。2016年以前の旧カードにはキャラクターのひよこが描かれていなかった。交通機関利用時に自動的に小児運賃で生産される通常版カードの小児用、記名式で購入時に利用者の氏名、 青年月日等のわかる公的証明書等、健康保険証、パスポート等の提示が必要になる。小学校を卒業する年の3月31日が有効期限として設定され、それを経過すると利用できなくなり、無手数料での払い戻しが必要になる。定期券機能を搭載したとか、大人用と小児用があり、大人用には通勤定期券のほか、中、高、 大学生別の通学定期券もある。新規購入時の発売額は、定期券相当額デポジット分500円で、ストアードフェア機能を使用するには、事前のチャージが必要になる。大人用通勤定期券は、とかの表示がある、指定券券売機、及びとかエリアの駅の切符売り場で販売し、クレジットカードが使える。また、デポジットは必ず現金での支払いとなる。 紛失時の再発行も可能、用手数量。記念とかを除く、通常版とかに後から定期券機能を追加することも可能なほか、定期券の適用期間終了後に定期券機能を除去するとか定期券を通常版とかに切り替えることもの、通常版とかの機能を同時に利用できるほか、定期券区間外となる乗車を下車駅の改札機で、 自動生産することなどができる。定期券区間と定期券区間外にまたがって乗車した場合、定期券を併用した場合と併用しない場合を比べて安い方の運賃を下車駅の改札時に自動的に判定して生産する。名古屋鉄道、名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道、豊橋鉄道との間では、とか、またはマナコによる連絡定期券を 近畿日本鉄道との間ではとか、または愛国家による連絡定期券、愛知環状鉄道との間ではとかによる連絡定期券を発行することができる。その他の鉄道、バス事業者との連絡定期券としては使用できない。2枚以上の定期券、区間の分割購入などを利用する場合、障害者割引を適用している場合は、従来通り時期定期券を使用する必要がある。 JR 東海エクスプレスカード加入者で、エクスプレス予約のチケットレスサービス、EX、IC サービスのために使用されるカードに通常版とかの機能を追加したもの。通常の EX、IC カードの右下部、EX 予約ロゴの左側に、とかロゴマークが付されている。定期券機能を搭載することはできない。以下の記念、とかが発売されている。 通常版のみで、後から定期券機能を付加することはできない。2019年3月2日、現在、以下の路線、区間で利用できる。とかは、交換、乗車、支払い、入金、定期券更新のいずれかが行われた直近の日から10年を経過した場合は失効し、SF の金銭的価値及びデポジット、予託金にかかる権利も消滅する合わせがある。 とかはいつでもチャージ、入金して SF 残高の補充を行うことができる。取扱いは IC カードに対応した自動券売機、自動生産機、専用入金機及び友人窓口、新幹線乗り換え口を除となっており、1000円単位で何度でも1枚につき残高が2万円に達するまで可能。ただしチャージは現金のみでクレジットカードや オレンジカードでのチャージはできない。2008年3月29日以降は、相互利用先の IC カードにチャージすることもできるが、モバイル Suica へのチャージはできない。自動改札機の乗車券投入口の上にある、読み取り部に、とかをタッチすると、信号音、ピッという音が鳴ると同時に、自動改札機の扉が開き、通過できる、一部の駅には、扉のない簡易型自改札機が設置されている。 無人駅にも IC カード専用の自動改札機、簡易とか改札機が設置され、同様にタッチすることで、扉のある自動改札機と同じように通過できる。扉のない改札機でタッチせずに入り、出場してしまった場合、後から窓口で入り退場記録の処理を行う必要がある。乗車時に初乗り運賃を前引きせず、降車駅で乗車した区間の運賃が一括して、 生産される。なお、SF 残額が0円でも入場できる。2007年秋に、名古屋地区の主要駅で、とか専用改札機が導入された。サービス開始から1年が経過して、とか利用客が増加したことによるもので、同年9月20日の穂積駅を皮切りに11月、初旬までに順次設置された。とか専用と書かれているが、 2008年3月29日以降は、通常の自動改札機と同様に、相互利用先の IC カードやモバイルシーカでも利用できる。東芝製の IC カード専用に設計された機種で、通常の改札機と区別しやすいように筐体を青色として、改札機上部に案内ボード、改札機手前の床面に案内シートを検出している。一部の駅で案内シートが剥がされている。 とか専用改札機では、県の搬送や時期情報の読み書きなど、時期乗車券向けの機能、機構を省略しているため、導入や保守のさらなるコスト低減が図られている。2007年11月までに23駅29箇所に導入された駅数とか所数が異なるのは、名古屋駅で5箇所、畜産駅と大曽根駅で各2箇所導入されたため、 2012年現在、導入している駅は次の通り、尾張一宮駅では、その後1カ所追加されている。勝川駅は、上り線高架換に合わせ1カ所に新規設置。大垣駅は2015年10月7日に1カ所追加。岐阜駅は2016年に、出口用の改札機がさらに1台増設されている。また、2018年には、鎌郡駅にも1カ所設置され、 2019年現在では、小積駅にさらに1台増設されている。JR 東海の定期券では、定期区間内に、東海道新幹線停車駅が2駅以上、含まれれば、自由席特急料金を別途支払えば、新幹線自由席に乗車可能という取り扱いがあるが、2010年3月13日から、とか定期券でも同じ取り扱いに対応している。 とかエリアに並行する三島駅、岐阜羽島駅間の、うち新幹線停車駅が2駅以上、新幹線単独駅のうち新富士駅は、富士駅、岐阜羽島駅は、岐阜駅とそれぞれ同駅扱い含まれるとか定期券を、所持していれば、新幹線改札を、とかで通過し、普通車自由席に乗車できる。特急料金は、新幹線下車駅の自動改札機出場時に、 SF で生産され、特急券との併用はできない。2012年4月21日からは、同じ条件のマナコによる JR 連絡定期券でも利用可能。定期券機能のない通常版とかではこの取り扱いを行っていない。なお、スイカーイコカとの相互利用開始に合わせて、新幹線駅の乗り換え改札口では、 新幹線の次期乗車券や東海道新幹線でのチケットレスサービス EXIC サービスとの連携により IC カード乗車券で新幹線と在来線の乗り継ぎができるようになった守護課エリアの小倉駅、博多駅の両駅の新幹線乗り換え改札口での利用は2011年3月12日から利用できるようになった都かエリア内の駅から IC カード乗車券で入場し新幹線乗り換え、改札口で新幹線の切符を購入する場合、乗り換え改札口の指定席券売機では SF から運賃の引き去りはせず、入場情報を取り消しし、乗車駅から新幹線下車駅の切符を購入できるが、愛知環状鉄道駅から入場した場合は、係員のいるプーリバで購入する必要がある。 2017年9月30日からは、東海道新幹線、山陽新幹線、東京博多間で、とかで乗車するシステムスマート EX が導入されている。ただし新幹線は SF ではなくネット予約で、カード番号登録、クレジットカードで決済になる。従来のエクスプレス予約の会員でなくても、年会費無料で利用でき、EXIC と同様な利用方法になる。 また、JR 東日本のタッチで、5、新幹線にも都かが利用できる。JR 東海と他社線都かエリアである、愛知環状鉄道を含むを、共同利用駅などを経由して乗り換える場合、連絡改札口の有無等で取り扱いが異なる。都かエリア内には大都市近郊区間の制度が存在しないが、都かを利用した場合は、都かエリア内における、 最大経路での計算となる。例えば、名古屋から美濃大玉で利用する場合、とかでは経路に関係なく、営業距離の短いタジミ経営として計算される。そのため、大都市近郊区間で可能な大回り乗車も可能である。一方で、東海道線方面から御殿場線の各駅に向かう場合、構津経由の方が営業キロが短いケースがある。例えば、三島下蘇川が、 神南甲津下蘇我間が、都下エリアを外れる目、とかを利用する場合は、最大経路に関係なく大岡経由でしか乗車できない。2010年3月12日までは、高山本線リフ駅未の大体区間と対多線が、都下エリアに含まれていなかったが、それ以前から都下の運賃計算の特例に使用する路線として、運賃計算上の最経路に組み込める区間として、 この区間を通過することのみが可能であった、岐阜駅多治見駅間での途中下車不可。現在は、都下エリアに含まれているため、他の区間と同様に乗降できる。なお、JR 九州の守護下にも、ほぼ同様の取り扱いがある。都下で入場し列車に乗車した場合、通用期間は、乗車距離に関係なく、当日のみ。ただし、深夜帯などで乗車中に0時を過ぎた場合は、 エリア内の下車駅まで有効で途中下車の制度はない。また IC の SF で入場した場合、学生割引、ジパングクラブなどの各種割引は原則として適用されない。子供用 IC は子供運賃が適用されるが、通学定期券を搭載していても学生割引は適用されない。したがって1 0 1トル以上の乗車で途中下車や 各種の割引制度を利用したい場合は、従来通りあらかじめ乗車券を購入することとなる。JR と愛知環状鉄道の間では、通貨連絡運輸の取り扱いがあるが、とかをはじめとした IC カードで乗車した場合はこの、取扱いを行わない。前後の JR 線の距離を通算しないで別々に、計算すため、IC カード使用時と乗車券購入時では、運賃が異なる。 2008年3月29日から JR 本州3社の IC カード乗車券、Suica とか Ico a の間で、相互利用を開始した。その後、2012年4月21日から、名古屋鉄道、名鉄バス、名古屋市交通局、名古屋臨海高速鉄道、名古屋ガイドウェイバス、豊橋鉄道が2011年2月11日に導入した。 マナコとの乗車券機能の互い利用及び IC 連絡定期券の発行を開始し2013年3月23日から電子マネー機能の総合利用も開始したまた同日からは全国の11社局での10種類の交通系 IC カードキーとかスイカアスモとかマナコアイコかピタッパシュゴかニもか早ヤカ券の間での総合利用が開始されたピタッパについては 電子マネー機能の相互利用の対象外。携帯電話でとかに相当する機能を利用できるサービスはないが、JR 東日本のモバイル s u i を利用すれば、とかエリアで携帯電話を使って JR 線の乗降並びに電子マネーとしての利用可能である。なお、原則的にとかなどの SF を利用して新幹線に乗車することはできないが、とかを使用して自動券売機で 新幹線区間を含む乗車券を購入し、これに別途購入した特急券を追加して新幹線に乗車することはできる。また、JR 各社間は IC カードの利用エリアが連続していないため、IC カードの SF によるエリアをまたがった利用はで、ない。2010年3月13日より、東海道新幹線ののぞみ停車駅や静岡駅、浜松駅、 豊橋駅構内などの一部の店舗及び自動販売機の計585カ所にて電子マネーサービスを開始した。合わせて同日よりスイカショッピングサービス及びアイコカ電子マネーとの相互利用も開始され、首都圏や関西圏の一部の店舗でも利用が可能となった。その後、サービス対象を徐々に拡大し、2013年からは交通系、 IC カードの相互利用開始に合わせて、電子マネー決済についても、相互利用の範囲拡大している。なお、都かには、他社の交通系電子マネーのような、利用ポイントサービスは存在しない。また、都か一体があったクレジットカードも存在しない。2021年春をメドに、以下の区間で、利用可能エリアを拡大し、都かエリアと、スイカは以降エリアとを接続し、エリアをまたがった。 在来線、IC 定期券の発売を開始する予定。ただし、エリアをまたがった SF 残高での利用は引き続き不可とする。同時に、スイカアイコカとかに並行する区間の新幹線、定期券、フレックス、フレックスパルを、スイカとかアイコカで販売するとともに、とかエリアのみで行っている、在来線、IC 定期券によ、新幹線乗車サービスを、 東京駅から新岩国駅間まで拡充する予定。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。